はですね、まゆぴぴプロデュースアイドルオーディションの大阪会場二次審査の方に来ております。本日は課題曲、そして自由曲、そして自己 PR の3つの審査で、皆さんを見ていきたいなと思っております。今日未来 の、 あのアイドルグループのメンバーに会えるかもしれないと思うととてもワクワクしております。皆さんもぜひ、YouTube 最後まで見ていただけたらなと思います。自由曲は何やりますか？自由曲は、ノットイコールミーの。私は、小学6年生からクラシックバレエを習っていて、今、6年目、5年目になります。すごく緊張しいなんですけど、負けず嫌いで、アイドルになりたいと思ってからもたくさんオーディションを受けてきて、入場とかハルプロとかすごく惜しいところまで行けたんですけど、そのあと一歩が足りなくて、たくさん思いして今回のオーディション受かったら、日本だけじゃなくて世界中でも輝けるようなアイドルグループを作っていけたらなと思っています。クラスでなんかどういうキャラっていうか、結構うるさい。うるさいですか？めちゃめちゃなんかよく天然って言われるんですけど、クラシックバレエのなんかちょっと振りとか今できたりしますか？はい、私たちに何か質問などがあれば、なんかどういう系のアイドルになるかなっていうのすごい気になって、はい、東京での活動がメインですけど、その世界とかを超えてもたくさんの方に愛されるグループにしたくって、とはいえじゃあ K-POP みたいなことをするのかっていうと、多分それだとなんていうんだろう、 K-POP 本場の方がすごいじゃないですか。だから日本のアイドルの良さっていうのを詰め込んだグループにしたくて、もしこう合格していただいたら、私が YouTube やってるっていうのもあるんですけど、よく、あ、それで知ってくださった感じ、はい、ありがとうございます。なのでそういう YouTube だったり、まあ、私のチャンネルじゃなくてそのグループのチャンネルを作って、こう皆さんの私生活を発信したりだとか、そのライブの裏側とかそういうところもちゃんと見せていって、みんなに親しみを持ってもらえるようなグループ。はい、これからオーディションですが、はい、はい、意気込みをお願いします。とても緊張しているんですけれども、いっぱい用意もしてきまして準備もしてきたので、私の最大限をお見せできるように頑張れたらなと思います。失礼します。20歳京都府出身です。本日はよろしくお願いいたします。大好きな君のせいで僕の心は止めらない、
していただくという体で見ていただければと思います。それで私は韓国語で全て寸劇をいたしまして、その後の流れでダンスを披露させていただきます。하나둘셋チャリカン。완전잘나왔다보세요보세요아진짜잘나왔죠아근데혹시그시간있으세요저거기서공연하는데혹시그시간있으신거로와주시면안될까요아괜찮으세요아감사합니다그러면저준비할게요잠시만요二重国籍を持っています。路上ライブのバスキンというものをした経験がありまして、その時に初めて有観客のライブをしたんですけれども、その時のお客様の温かい視線だったりとか拍手だったりとかがすごく嬉しくて、私もアイドルを目指したいなと思って応募させていただきました。 YouTube もいつも見させていただいていて、でマユピピさんのアイドルグループだと絶対入りたいなと思って応募させていただきました。ありがとうございます。詳しくこういうアイドルグループのようなコンセプト、今の時代って結構 TikTok でバズったグループが本当にすごい有名になったりとかしてるので、まあ、その王道とは一応言ってますし、その見た目的に例えばなんかすごいピアスつけてるとかすごい派手とかっていうのはちょっとイメージとは違うんですけど、清楚な雰囲気は保ちつつもやっぱりその時代の変化についていけるようなアイドルっていうのを目指しております。では終了させていただきます。はい、ありがとうございます。関西の妊娠さん終わりましたが、はい、どうでしたか。どなたもやっぱり本気で来られてるんだなっていうのがすごく伝わる PR だったので、もう本当に選ぶのが難しいですね。まだその東京会場を見ていないので、次の審査でどんな方々と出会えるのかっていうのもまた楽しみですし、一人一人の夢を背負ってこのプロデュース企画が動いているっていう実感がより湧きました。頑張らせていただきます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。